こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。浜瀬です。今回はですね、インフラエンジニアで元富士通系の正社員をやられておりました吉田さんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。お願いします。そしたら簡単に自己紹介の方お願いします。インフラエンジニアとして8年ほどやっていて、もともとインフラをやっていたんですけれども、最近はインフラの中でもクラウドとかそういったところを主にやっているエンジニアの吉田と申します。はい、お願いします。お願いします。お願いします。今回はですね、もともと富士通系の正社員でやられたんですよね。そうですね、はい、はい、でその当時にブラックな経験体験をしたことが結構あったという話が、はい、伺ってますので、はい、今回はブラックエピソード3選ご用意いただきました。なのでですね、そのブラックエピソードっていうのをですね、ちょっと伺えればなというふうに思います。現在ブラック企業に勤めている人だったりとか、今後ブラック企業に勤める可能性がある人っていうのはですね、うん、ぜひ参考にしていただければなというふうに思いますので、はい、一つ目お願いいたします。一つ目は、僕がエンジニアとして新卒で配属になったちょうどその時からの話なんですけれども、ちょうど配属した部署がとある大障害を起こしてしまって、新聞にメディアとかに載るくらいの大障害が起こってしまって、そのドタバタの中でこう配属っていう風になって、すでにもう先輩とか部長課長とかもうすごい残業やしてる中入ったっていうのに巻き込まれたっていうところで、本当に入った時にちょっと吉田メディアとか取材来るからまあ何も話すなみたいな、そういう感じのところに入って、まあ右も左のも分かんないんですけど、でどうなのかなと思ったら、案の定そのめちゃくちゃ障害が発生してるので、それに巻き込まれちゃって、新人なのにうん十時間終電まで残業させられるみたいなのが続いてて、燃えてる火の中にいきなり配属されたという。そうですね。それはもうあれですか、新入社員として入って瞬間ぐらいにもう障害が起こった感じですか。そうなんですよね、ちょうど配属した数日前に起こってしまって。吉田さんと何人ぐらい一緒に行ったんですか、新人の方。そこには僕一人だったんですけど、本当に孤独に、ね、やばいですね。言える範囲でいいんですけど、どういった障害だったんですか。区役所系のものだったんですけれども、そこで起こしたものなんで、その区全体の業務が止まっちゃうみたいな。一日止まっちゃって、会社も赤字運みたいなレベルの損害賠償みたいな。終電超えてとかもあったんですか。そうですね、もう途中からお客さんのところにみんなソファー寝始めて、夕方になったらみんなで銭湯行こうって感じで朝6時まで働いたりとか。朝6時までですか。そうですね、すごい、まあ、その後は働くんですけど結局、まあ、トータルしたら36時間労働みたいな。そうっすね、稼働月々どのぐらいだったんですか、一番行った月。でも本当にもうわけわかんないくらいなってて、稼働とかっていう、そんな感じじゃないです。感覚もないってことなんですね。もういつ帰ったのかわかんないみたいな。帰るっていう定義がないみたいな。うわ、現場に住んでるみたいな感じになってるってことですね。そうそう、住人でした。予定があるから帰るとかっていう話はもうできる雰囲気でもない感じ。そうですね、ファミリーみんな家族みたいな感じでなんとかここを乗り切ろうみたいな。結構あのブラック企業エピソードも皆さん話していただいてるんですけど、はい、やっぱブラック企業ならではの結束がやっぱ生まれるって皆さん言ってるんですよ。それはめっちゃありますね。でも SS さんの現場に寝泊まりは初めて聞きました。結構一緒にこう乗り切ろうっていう団結力はあったりするんですね。そうですね、逆にブラックな現場行くとそこで仲良くなるっていうことは多いです。ああ、バチバチなるっていうよりもなる、もうみんな被害者みたいな感じで、もうハイになってますよね、みんな。そうですね。それどれぐらい続いたんですか、その障害っていうのは。それも半年とか。ずっと半年ぐらいは終電ぐらいに、もしくは超えたりするぐらいの稼働で、そうですね、業務をしてた感じですか。やってましたね、はい。でもそれやっちゃうと今後の業務が楽に感じるんじゃないですか。あ、だから本当に定時で帰れるとかっていうのは何も働いてないぐらいの気分。新卒からそれはめちゃめちゃハードル上がりますもんね。200ぐらい行ってもじゃあ何もとも思わないですか。あんまり逆に残業代結構つくんじゃないかくらいの感覚になってきますね。それたまたま配属したところが燃えただけであって、違う部署っていうのはそんな燃えてなかったんですか。違う部署がまた燃えて、なんで同期70人くらいいたんですけど、他の同期もメンタル病んじゃったりとか。違う部署もそれで連なって燃えてた感じなんですね。会社全体的に結構燃えやすい環境だったんですかね、うんうんうん、その区のインフラを整えてるところですよね、うん、そうですね。ググったら出てきますかね。あれはやばいね、もしかしたらそれは言えないですね。
じゃブラックエピソード2個目伺えればと思うんですけど、2つ目お願いします、はい、今言った通り僕自身の部署も燃えてたんですけれども、実は他の同期の話を聞いてみると、他の同期の部署もかなり燃えてるっていうところも多くて、実はみんなの就活ランキングでもいい感じのホワイトな会社っていうところで、コメント書いてあるんですか。ランキングがあるじゃないですか、はいはいはい、あれでももう1位2位とかの会社だったんですけど、蓋開けたら他の新人、僕と同じ同期も燃えてたりして、僕の結構仲良かった関西から来た同期なんですけど、そこの配属して、まあ、燃えて100時間労働とか言って、まあ、メンタル病んじゃうわけですよ、はいはい、残業が100時間ですか。そうですそうです、病んで入院っていうことになったんですけど、入院までなっちゃったんですね、はい、メンタルやっちゃってってことですね。ただなんかみんなあまりにもメンタル病んじゃう人が多いから、こう離職率がやばいんじゃないかみたいな、会社的に影響しますもんね、そこまで大きい会社だと。そうなんですよ。で事業部長がお見舞いに行くんですけど、直々に頼むから辞めないでくれっていう、うわやばい、お見舞いをしに行くっていう話を聞いて、やっぱやばいんだこの環境みたいな炎上してメンタル折れたけど、はい、部長が辞めないでくれと病院まで来ると。優しい言葉ですけど、やってること脅しですもんね。そうですねちょっと気になったんですけど、はい、その残業100とか行くじゃないですか、まあ言ったらじゃあ、はいはい、多分260時間前後になるわけじゃないですか、うん、はい、どのぐらいつくんですか残業代って。給料が2倍になるとかいう感じです。でも入ったばっかだと多分給料が20万円から25万円前後ぐらい、要は40万円とか45万円いっても50万円ぐらいもらえるっていう感じなんです。そうですそうです。めっちゃお金貯まったんじゃないですかその期間。そうですね、逆に使うこともないしないしみたいな。その同期のご友人の方は結局退院して現場復帰したんですか。そうですね、現場復帰して今も SE やられてる、うん、やっていて、はい、すごい。まだそこの会社にいる感じですか。多分やってると思いますね。すごいです、尊敬しますね本当。僕は逃げました僕でも逃げますし、うん、それはもう逃げるのが正しいかもしれないですね僕通らないです。そうですよね僕受からないと思います、はい、何年ぐらいいらっしゃったんですか富士通系の会社には。はいはい、そこはそうですね3年くらいいて、うん、でも結構いたんですね。炎上したりとかはあったけど、うん、やっぱその3年でしっかり土台ができたみたいな感じなんですかね。そうですね、確かにあれがなかったら今フリーでやってられないかなっていうのはあるかもしれないですね、うん、やっぱそこまで炎上して稼働も上がってて、うん、上司からもこれやっとけって任されるじゃないですか、うん、その教えてる暇もないからやっといてみたいな、うん、スキルは底上げされました。そうですね、スキルは確かにそこでついたのと、まあ、精神力みたいのは確かについたかもしれないですね。それだけ働いてやらなきゃいけない環境に追い込まれると人間やれちゃいますもんね。うん、今となってはいい経験だとは思いますか。いい経験とはまだ言いたくない言いたくないです動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。3つ目を伺えればと思います。正社員じゃなくなってフリーになってからもあったんですけど、はいはいはい、最初は全然緩やかに始まって全員定時で退社ですよみたいな感じだったんですけど、うん、ある時実は納期がやばいみたいな。そんな感じなんですね1ヶ月後にある程度設計書とかまず納品しなきゃいけないみたいな、はあ、もはや要件定義とかも全然真っ白みたいな状態だっていうことが分かって、着手から納期まで1ヶ月ってことですか。1ヶ月みたいな無理じゃないですか。無理です。そっから一気に燃え上がって土日出社でやってみたいな。そしたら案の定プロジェクトのマネージャーの方が病んじゃって、もう1ヶ月で変わるってことになって、もちろん1ヶ月じゃ終わんなくて、もうしょうがないから赤字垂れ流してでももう1ヶ月延長みたいな。でまたマネージャー変わって1ヶ月延長でもう1回土日も出社でやるんですけど、それでも案の定終わんなくて3回マネージャー交代。全員もあれですか、メンタルやられていくやられたりとか忙しかったりとかもあったり、結局、まあ、4ヶ月ぐらいやったんですけど、その間もう全然納品できないみたいな、はいはい、やっては覆され、はい、納品しては覆され、客先も結構クライアントがもう、ね、もちろん中途半端な状態でやったんで、もうめちゃくちゃなものを見せるわけなんですけどちなみにあの弊社の案件じゃないですよね。あ、大丈夫です。それでまたじゃあ土日出社もして何連勤ぐらいするんですか。12とか。じゃあ土日が1週消えてやっと2週に1回休めるって感じですか。そうですね、だから12働いて
て、しかも大体終電起きたら、まあ睡眠時間削って朝出社しての13日目の休みはなんかすごいことになりました。ずっと寝てたってことですか？人間こんな疲れるんだって。なんか休みの日の方が疲れきますもんね。何をする気力も生まれなかったりしますもんね。食って横になる、食って横になるみたいな感じになりますか？フリーランス何発目の、一発目の現場ですか？それは3発目くらいで、ある程度フリーランスとしてやってた現場なんですけど、はいはい、経験ね、実は4年目5年目とかの時ですか？そうですね、結構やった時でこんな引きもあるんだみたいな感じでただその絵はブラックだったんですけど、メンバーも若かったし、メンバー同士逆に仲良くなってみたいな。最近ブラックあるあるですね。そうですね、やっぱ人間窮地に追い込まれると仲間と結束されるんですね。そうですね、趣旨変わってきてないよね。本当に仲間が欲しい人はブラックの現場に行くのがいいかもしれないですね。いやいやいや、おすすめすなよ。いやいや、その現場どんぐらいいたんですか？それは4ヶ月か5ヶ月か忘れちゃったんですけど、そんくらいでさすがに逃げますみたいな。なるほど。今3つブラックの話聞かせてもらいましたけど、残業がめちゃめちゃ多いっていう炎上系の現場じゃないですか。その中でも上司からの圧力みたいなのもあったんですか？そうですね、ありますね。上司ごとおかしくなってるっていう感じなんですね。なるほど。もうパニックというか、はい、普通の精神じゃない感じなんですね。いや、ただ言われてもあんま真に受けない感じになっちゃいますよね。大丈夫かこの人みたいな感じになるって感じですか？この人もやばいんだろうなみたいな感じに。それはあれですか、怒鳴ったりとか？目つきがやばいくなりますね。ギラギラってして、寝不足と追い込まれる。もう唇も紫みたいな感じで。なるほど。エナジードリンクめっちゃ飲んでてもう漫画の世界ですね、ドラマの世界みたいな。その炎上中の中で上司から怒号が飛び交うとかはあったんですか？結構ありましたね。めちゃくちゃなままリリースに無理やりして、もうエラー出まくってるみたいな。その一番偉いマネージャーの人に呼びつけられて、もうなんかあったらお前怒るぞって言われてる。でも怒ってるよなこの人も。炎上もありながら、かつ上司のパワハラみたいなのもあって、本当にそれでメンタル鍛えられました？メンタル鍛えられるのと同時にトラウマがもうあるみたいなのはありますね。フリーランスになって炎上した現場4ヶ月で更新やめたっておっしゃって、そこやっぱ強みですよね。そうですね、ここやばいと思ったら、契約期間ってまあ大体1ヶ月2ヶ月3ヶ月ごとに更新していくじゃないですか。そのタイミングで自分で見切りつけて案件変えることができるっていうのはいいですよね。そうですね、だから、まあ、そこの炎上は意外と耐えられたんですよね。まあ、終わりが見えてますもんね。注文期間だけやっとけば現場変えるっていうこともできるんで、ね、例えば今見てる方でブラック企業にいますと、毎日稼働とんでもない時間働いてますと、ただ正社員だから辞めにくいんですよねとか、辞めるって言ったらまた怒られちゃうみたいな人もいると思うんですよ。そういう人に対してこうどうしたらいいとかってアドバイスできますか？もうその渦中にいる時は、自分が辞めたらもう他の人ももっと大変な思いすることに多分なるんですよ。だからそのれで辞めれないっていうのはが僕の経験的に大きくて、本当に精神的な問題ですよね。いかに辞めたいけど辞めたら他に負担がいっちゃうっていう、いっちゃうっていうところをいかにちょっと目をつぶって自分のためにみたいな感じで考えるかっていう。人のこととか現場のことばっかり気になってると自分の方が壊れちゃうから、やめようかなって思ってからやめるまで結構かかりました？結構かかりましたね。 3,4 ヶ月くらいは。それでももう無理やりやめたくらいの勢いです。思い切ってやめますって言った感じですか？やめますって言ったのに、まず事業部長が面談しましょうみたいな、まあまあありますよね。もう6回ぐらい面談して、そんなしたんですね。そうですね。やめないでくれって言われるんですか？もういろんなこと言われますね。もう少し続けますっていうまでこう面談しようっていう感じなんですね。その時に次どうするみたいな話も聞かれるじゃないですか、おそらく。あ、そうですね。フリーランスを考えてますみたいなことも言ったんですか、その時？あ、それは言わなかったんですね。まあ言わない方が多分いいですもんね。そうですね。言ったら言ったでフリーランスはだこだっていう始まっちゃいますもんね。逆に図星みたいな感じで部長がお前フリーランスになるんだろうって言ってきたんですよ。すごいギクって思って、いや違いますって思い切って辞めるのがきちって感じですかね。そうですね、絶対そうだと思います。フリーランスエージェントやってると結構いらっしゃるんですよ。正社員の方で会社辞めますって言って、まあ、理由聞かれますと、フリーランス結構考えてるんですよねって言うと、必ず辞めとけっていうのに合うんですよ。ね、フリーランスなんてああだからこうだからとか、案件続かないから人生終わるぞみたいな、だったらこれ続けた方が絶対いいよっていう歌い文句がもう
ほぼほぼ必ず入るんですよね、うん、会社員の人が辞めるっていうよく聞きます。でそこをやっぱどうしてもですね、やっぱそうなのかなって不安に思ってやっぱ続けようかなって思っちゃう人もいるし、いや俺はなるんだと、うん、もうフリーランスになるんだって決めて辞めますっていう人もいるんですけど、うん、吉田さんは言わずにいたんですもんね。会社に対しては言わずにいたんですけど、ちょうどまあ転職しようっていうことになって、はいはいはい、正社員の道も考えてたりしてたんですよね、はいはい、両方考えてたんですね。そうですそうです。それで正社員用の転職エージェントの人にもついてもらって、その人にはフリーランスも考えてるんですよねっていうことを言ったんですけど、はいはい、その時はやっぱり大反対されました。僕とかも相談いただくんですよ、会社辞めようと思ってますって、理由でフリーランスになるって言わない方がいいですよって絶対僕言います、うん、無駄な人に入られちゃうので、いろいろ都合があってとか違う会社に行きますとかって言った方がいいですよっていうふうにやっぱ言うんですよ。やっぱ正社員の人からするとフリーランスってよくわからないものなので否定しちゃうんですよね、どうしても、うん、実際も正社員からフリーランスになってよかったなって思いますか？絶対良かったなと思ってます。良かったです、ありがとうございます、はい、その声だけなんで良かったです事業部長と一緒じゃん言わせてるやんもう。まあまあどっちが向いてるかってのは本当人によるので、ね、フリーランスやってみてあらかったらまた戻ったらいいと思いますし、うん、やってみるのがいいかなと思いますから、ね、シンプルに何点かもうフリーになって良かったことってありますか？まずは自分で学びたい技術とかっていうのを選べるっていうのは結構大きいかなと思って、会社員だとここに人員が足りないからっていうところで、まあ、プロジェクトにアサインされたりすると思うんですけど、うん、フリーランスだと自分で案件を選べるんで、この技術を今後伸ばしていきたいっていったところに入ることができたりっていうのはあると思います、はいはいはい、なるほどですね。今回はですねブラックエピソード参戦と、あとはブラック企業からフリーランスだった方の吉田さんのですねお話というのを伺わせていただきました、はい、ぜひですね参考にしていただければと思います。当チャンネルではこういったエンジニアさん向けの情報というのを随時発信しておりますので、今のうちにグッドボタンとチャンネル登録の方もお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。